はい、どうも、リュータです。詐欺に遭いました。いや、まあごめん、今のは思った。詐欺に遭ったというよりは、詐欺の被害に遭いそうになりました。ちょっとね、今日はその時のことを詳しく話そうかなって思います。でね、もしかしたらちょっとこっちの事情で、ご本人の目に留まる可能性もないことはないっていう状態で、だから話は少し脚色させてもらいます。で、あと、ところどころちょっと濁すかなっていう感じです。まあ、それでもバレそうっちゃバレそうなんですけど、ただ絶対盛りはしないので、ちょっと言い回し変えるだけなんで、それだけご了承ください。じゃ、まず話していきましょうか。まずその人との出会いはないもんです。ないもんで、じゃあ、仮名で、じゃあ K さんに出会いました。 K さんの方からいいねとメッセージを送ってきて、で、プロフィール写真を見たら、めちゃくちゃイケメンなの。で、年齢も僕の許容範囲内、確か20代前半で、3つ上とかだったっけな。で、身長とか体重もめっちゃドタイプ。超いい体型してて。で、住んでる、K さんが住んでる場所の最寄り駅が、僕の最寄り駅の隣の駅で、だから住んでる場所も超近いから、会おうと思ったらすぐに会えるみたいな人で。で、それになんかちょっと僕も、まあ、なんか捨てるにはもったいないなと思って。で、なんかこの人いいなと思って、で、メッセージをなんつうかやり取りしてって、結構ね、K さんの感じを見ると僕のことをすごい気に入ってくれてる感じで、で、僕もまあいいかもこの人と思ってたから、その時の雰囲気だけ見たらめちゃくちゃいい感じなの。なんかね、交際まで秒読みって感じ。で、それで2日ぐらいやり取りしてたら、K さんの方から、ないもんやめたいからメールでやり取りしないって言われたんです。で、まあ今まで結構何回かやってて、もうないもんをやめて他のアプリで連絡を取りたいって人はまあまあいたんですけど、メールっていうのはちょっと初めてで、で、そこに聞いたんです。LINE とかさ、インスタとか Twitter みたいな、SNS はダメなんですかって言ったら、SNS はね、できれば会ってからにしたいんだよねって言われて、まあ、SNS はね、結構なんか個人情報って感じだし、プライベート感があるから、まあ会ってからの方がいいなって思ったのはわかるから、まあ、そういう人もいるかと思って、でもメールかちょっと抵抗あったから、まあ言ったら他人だし、だから Gmail のもう何年も前に作って、全く今は動かしてないアカウントがあったから、それをステアカウントとして教えて、もし何かあったらもうそれをアカウントを消せばいいみたいな感じのを教えて、それで連絡取ってたんです。で、まあ、最初のうちはね、普通にメールでやり取りしてて、まあ、考えすぎたかなと思って、で、やり取りしてたら、メールに移行した2日後かな、多分鬼メール来てて、その時ちょうど舞台の稽古があって、稽古朝行って夜帰ってきたら鬼メール届いてて、スマホが壊れて受信できなくなってるとかで、またその数時間後になんかすごくフリーズするようになった、スマホ壊れちゃったっていうのがめちゃくちゃ送られてきてて、で、なんか返信したの、大丈夫ですかみたいな、どうなってますって送っても、なんかね、向こうには全く届いてない様子なの。そこでメールの中の一つに、こっちでやり取りしよう、こっちならなんか予備の端末というか、あれかな、多分友達から一瞬壊れてる間だけ借りてる端末があるからって言って、こっちならもうね、どの端末も使えるサイトだからって言われて教えられたサイトがあるんだけど、本当に見たことも聞いたこともないようなサイトで、で、僕プログラミングよくわかんないんだけど、それでもわかるぐらいめちゃくちゃ簡素な作りのサイトなの。だから個人ブログ始めたてみたいな感じの で、そこのサイトでアカウント作って連絡してって言われて、まあ、もう怪しいじゃん、この時点で。ね。で、最初はね、渋ってたの。じゃあちょっと、だったらもう LINE とかね、Twitter にしましょうって。もうメールの時点でいつか会おうねって言ってたから、もう後でも先にも一緒じゃないですかみたいな感じで送ったけど、まあ、そもそもさ、送っても向こうは受信できてないわけだから、まあ何言っても無視されるよね、向こうだと。
だからまあまあ仕方ないかと思って、そのスタアカウントのメールアドレス使って連あのアカウントを作ったので、その時点ではなんか個人情報の入力とかクレカの入力とかなかったから、まあ大丈夫か、でも慎重にとは思ってアカウントを作りました。ちなみにね、ほっとくっていう選択肢もあったんだけど、その時点ですっごいメンヘラみたいな、何僕と連絡取れなくなってもいいと思ってんのみたいな、めちゃくちゃメンヘラみたいなのが送られてきてたから、ここで無視したら絶対にこの鬼メールが続くと思って、しゃーなしにアカウント作るしかなかった。で、まあ、最初のうちは結構まあ普通に連絡は取れてたので、普通に会話の内容も変わらずっていう感じで、あ、まあまあまあそれ、まあ、大丈夫だったのかなってほっとしたところで、あの向こうからね、あのせっかくなら声聞きたい、電話したいから電話番号送ってほしいって言われて、電話番号、そうかそうかだったら別に LINE のアカウント教えたりとかさ、他の電話できるアプリあるんだからそれでよくないかと思って、でまあいや電話番号は教えるとまずいと思ったから、そっちの電話番号教えてくれたらこっちからかけるので、それでお願いしますって言ったら、向こうから、あ、じゃあ分かった、これだよって送られてきたのはちょうどこれなの。ただもう空白の鍵括弧があってこれだよなの、んと思って、で電話番号がちょっと分かんない、書かれてなくないですかって送ったら、あ、なんか調べてみたら電話番号とかの個人情報系フィルターかかっちゃって空白になるみたいって言われたの。なんか SNS のアカウント名もフィルターかけられるし、なんなら最寄り駅の名前、駅名も全部個人情報に含まれるみたいで、向こうには空白で伝わってるみたいな。で、あ、まあこれどうしようかって言ってたら、いよいよこれを言われて、お金払って有料会員になればフィルターが取れるよ。はいはいはい、いよいよ正体表したなって感じじゃない？で、一応その人が言うには、今だけ払って有料会員になって、その後会う約束をして会って、その時に LINE を交換して、それで二人でこのサイトやめようと。で、会員になるのに払ったお金は会った時に僕がもう渡すから、龍太くんには全然損はないよっていう話だったんだけど、その時ふと思い出して、あ、そういえばスマホ壊れた時に明日修理に出すって言ってたなぁと。でもそれ、スマホ壊れた事件から3日4日経ってたから、じゃあもうそろそろスマホ直ったくないと思って、でスマホ直りましたよねって言った。だからメールでのやり取りに戻しませんかって提案したら、メールアドレスを新しくしたし他のデータも消えてるから、君とのやり取りはもうここでしかできないんだっていう、まあ冷静に考えればさ、ないもんで会う、メールに移行する、スマホ壊れる、謎サイトに案内される、そのサイトではお金払わないと会う約束を立てることが難しい、以前の情報は全部消えてるからここでやり取りするしかない、つまりお金を払うしかない状態っていう。で、ここまでがもうないもんで会ってから2週間ぐらいで起こってるの。あまりになんかできすぎじゃないかと、偶然にしては怪しさしかないと。でね、お金払うことに散々しぶってたら、問い合わせたら一部僕が負担できるみたいだけど全額負担は無理だから一部だけでいい、これだけ払ってみたいなことを言い出して、うわもう必死だなみたいな感じで、そこでもうこれお金払ったら絶対終わりだと思って、会ったら返すって向こうは言ってるけど、払った途端あの手この手で会えない事情作るなって思って、だからお金発生しない方法なんとか考えましょうっていうのをずっと言い続けてたの。まあ例えばフィルターかけられないように謎解きみたいな感じで、ちょっと遠回しなやり方だけどそれでやり取りをしてみませんかとか。でもね、そういう話になると全部急に話が通じなくなって、ないもんであった頃とメールでやり取りしてた頃は普通に会話できてたのに、最終的にもう全部会員になってっていう、お金払ってっていう旨が含まれた返事が来るから、あ、もうダメだと思って、でそれ以来もうこっちから連絡するのをやめました。
で、そのサイトのアカウントも消しましたね。でも、今までなんか、その人からなんか送られてきてますよみたいなメール届くのちょっと怖くないっていう感じだから、もう今は完全に無視してます。で、今までそういう詐欺とかって、本当になんかニュースの中だけでしか見てなかったことだから、本当に自分がそういうのに巻き込まれると思ってなくて、ちょっとびっくりしました。で、皆さんとかね、第三者として聞いてると、確かにそんなの引っかかるわけないじゃんって思うだろうけど、実は結構僕も危なくて、結構僕がね、まあまあ冷静になれてる時期だったからよかったけど、もしあの時が、例えばもううつ病がめちゃくちゃひどくなる時期だったら、多分騙されてお金払ってたなって思う。ね、多分詐欺師のイメージとして、うまい手口で誘導するっていうのがあると思うんだけど、実際その人がやってたのって、うまい手口で誘導するんじゃなくて、まず冷静さを失わせてくるの。だからあいつら本当に冷静さを失わせるのがマジでうまいから、本当に気をつけてください、皆さん。でね、まあ今考えると、まず空白になってるって、僕が送ったのも空白になってるかどうかも怪しかったし、なんならイケメンのアイコンの画像、加工バッチバチだったし、もはや、まずそもそも本人の画像使ってんのかっていうとこすら怪しかったからね。で、こういう詐欺師って多分男女のマッチングアプリとかにも普通に性別関わらずいると思うから、出会いには本当に気をつけてください。でね、ちょっとでもあれって思ったら、絶対見逃さずに、とりあえず一晩寝て冷静になってから改めて考えるか、身の回りの友達とか家族に、考えすぎかもしれないんだけど、これどう思うっていうのを相談した方がいいと思います。人間の勘って結構当たってると思うので、一瞬でもおかしなことがあれば、まずその人のことを疑ってみるっていうことが大事なんじゃないかなって思います。なんかすごい注意喚起動画みたいになった。でも本当に皆さん気をつけてください。はい、今日は以上です。お疲れ様でした。